はい、じゃあ箱の人ラジオを始めさせていただきたいと思います。はい、今日口内炎ができててわ滑舌がより壊滅的になっておりますので、ビタミンが足りてないんですよ。ビタミンがね、お店がやってないじゃないですか。はい、なのでコンビニ弁当とかばっかりになるとどうしてもやっぱり栄養が不足してしまって、本当ダメじゃないですか。それはダメです。社長です。はい、あ、葵丹です。そして今日は直水より橘直美さん。ちょっと歯切れが悪かった。どうも、直水より、ギターボーカルの橘直美です。よろしくお願いします。お願いします。配信ライブ初めてですか？配信ライブでも結構昔にここでやったような覚えもありますよ。配信しましたショールームですよ。あ、ショールーム、なるほど、やりましたよ。あそこからですね。でもソロではなかったので、うん、はいはい、でしたかね。ちょっと分かんない。あ、違う、一回やりましたね、ソロで。あの立花さんのアカウントでやりました。やったかな。なんか3個か4個ぐらいの媒体使ってやりました。ショールーム、YouTube、ツイキャスとかでやりましたね、うん、懐かしい。はい、でうち初めてじゃないじゃないですか。そしたらそうだね、さっき言ったのは嘘だね。配信中に初めてとか言いましたけど俺も初めてな気分にいたわけだ。って言ったら毎月やってますからね。まあそうですね、直水アワーを、まあ、いいんですよ、うんうんうん、いいんですよ。みんな初めてだっていうこと。そういうことです。はい、慣れてないんで僕は。おいというわけで、はい、あの実は同郷なんです。あ、言っていいんですか。いいですよ。いいんですか。高知県の知県、ほうほうほう、僕たちはどうしましょうね。カツオの話で揉めるんですよ、いつも。あ、そう、揉めますっけ。僕はポン酢派なんですよ。ああ、いや、まあ、うん、いや、あ、なんかちょっと微妙な感じ。いや、まあまあ、でもなんていうか、はい、だからそこら辺の高知のジジイが適当に混ぜたタレっていうのも、まあ、高知の人は口悪いでしょ。口悪い。高知のいいとこはやっぱ適当。そうっすね、あ、適当が許される街で。でもそうそうそう、なんかそういう適当な加減でバッチシいいのを仕上げてきやがるようなジジイがいるんですよ。確かに、確かに。料理とかで、そう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 、うん、なんかすごいこういっぱい用意するのね、料理を。何でしたっけ。サワチ料理。サワチ料理、でっかいお皿にもう適当にもう入れて、ほうほうほう、でそれをみんなでシェアするんです。刺身からお寿司から、うもう魚卵やらエビやらを何でもかんでも入れて、一つのでっかい深い皿に全部のせるんですよ。冷えた唐揚げとかね、仕出し屋がね作るから、仕出し屋が作って、まあ配達して持ってくるから出来立てじゃない。誰も温めようとしないんで。え、そうなんですか。でもそれはそれとして食うんですよ。そうそうそう、かまぼことか全然そういうの、そうなんですよ。エビとかね。あ、そうなんですね。そう、あんまり食べれないものも多いと思う。あ、そうなんですね。魚介ダメですか。魚介は、魚卵がダメで、私。あ、魚卵はアレルギーなんですよ。あ、じゃあダメだ、うん、うん、そうなんですよ。あ、じゃあ同じ皿にもらえたら大変ですね。そうだね。そっかそっか。カニとかもサワガニとか結構でかいやつを取ってくる、豪快ですね。豪快っすよ。なるほど。なんせでも酒飲みが多いから、ね、でも高知の男豪快みたいなあの偏見でもちょっとあります、そういうイメージ。いや、高知の男だってそりゃ繊細な偏見もいるねえ。社長、俺と社長繊細派でしょ。あ、確かに女性の方がやっぱ強いです。あ、女性の方が強いですね。そうなんですね。そうです。で、何よりあんま仕事がないんで、職種が。ああ、なるほどなるほど。で、大体看護師とかになっちゃう、うんうんうん、でみんな結構気が強いのあ、なるほど、そういうことなんですね。そうそうそう、ね、あの八金って言いますもんね、高知の女性のことね。なんすか、なんすか、八金って。八金の意味を言っていいんですか。言ってください。いや、 でもあれいいんですか、霜入っちゃいますけど。じゃあやめておきましょう。4人の男性ですよね、1人2つの、はい、ね、お玉だとした ら、はいはい、だから4人の男をこう転がしてい転がすような、4人のもう、まあ、もう男4人分みたいな女性がね、女性がもう、女性1人で男性4人分。ああ、もう堂々と思うわ、まあ、張り合えるぜっていう。ハムスターみたいなもんだね。男が全然、その話は全然男豪快じゃなくなったって。そうそう、バチキンの前では男全然豪快じゃない。男は男同士で固まって、あの広め市場っていうところで飲むのね。ほう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 。広め市場行ったけど間違いにはないんです。市場はね、あのお土産屋さんと、うんうんうん、お酒飲んだりとか、目の前でカツオを炙ったりとかして食べれる。あ、いいなっていうところが市内に1個あって、はいはい、そこでみんな昼から飲んでる。ああ、なるほど。そう、もう満席ずっと。え、すごいですね。飲んべいが多いんですね。飲んべいが多い。へえ。俺は飲めないから逃げてきた。あ、もう俺も飲めないから逃げてきた。
人とも東京にね高知からあの行く人ってあんまいなくて、あー大体岡山か大阪広島とかその辺に行くんだ、まあ、本州でね、そうそうそう、あれですね、きっと静岡県民からしてみたらみんな愛知行くみたいな、そんな感覚なんです、ね、全然わからない、まあでもなんとなく、あなんとなくね、はい、そう東京じゃなく愛知に行くんですよみんな、いや なんか東京怖いって、東京怖いですか、怖かったですか、私は大好きで、うん、もうすぐにでも東京行きたいと思って、うん、ピュッて出てきましたけど、なおみずにも東京ね、ありますね、楽しいぜって歌ありますけど、いや最高に共感しますね、いいですね、めちゃめちゃバリバリ共感しますね、はい、あの上から聞いてるようだ、ね、あそう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 、僕はね、なおみずにそのディズニーランド感を感じているので、ああ確かにワンダーランドみたいな感じで、ね、確かにありますね、もうそれぞれの雰囲気の世界に行くんだよね、行きますね、うん、それこそトリップしますね、そうそうそう、っていうのを感じております、グーフィーが3人いるって感じですちょっとそれは的確、どこ行ってもグーフィーがいる、グーフィーしかいないディズニーってなかなかこれでもやっぱアラジンのこのところで見るグーフィーとまた色々違う、それぞれのグーフィーが、ね、それぞれのグーフィーが違うで、やっぱジョジョ感も感じてるんだけど、ずっと言ってますね、全然伝わらないんだよね、全然誰にも伝わってないジョジョ感ありまくりっすよ、ジョジョってジョジョの奇妙な冒険ってことですか、そうです、ジョジョの奇妙な冒険っていう漫画がありまして、うんうんうん、でそこが僕好きなのね、めちゃくちゃジョジョ、はいはい、で立ち振る舞いとかあの曲の感じとかがすごいジョジョ立ち、ジョジョ立ちジョジョ立ちまでいかないけど、やっぱなんかジョジョって彫刻とかすごい好きで、あの、うんうんうん、荒木先生が、はいはいはい、でそこから作品をあのオマージュしたりとかよくするんだけど、うそういうなんか彫刻感をすごい感じるんですよ、なんか彫刻にしたいって言ってますよね、彫刻を物販に置きましょうって、それを言ってんのはそれのことだった今理解ねまあ僕ジョジョ館よりかはジョジョ園の方が好きみたいなことをね、みたいなことを言っといて、そうですね、ジョジョ園の方が好きですね、はい、いいと思いますよいいと思いますよ、いつも彼にスルーされるんで、そうですね、ジョジョっぽくしましょう、うん、俺はドドドって聞こえたから、ああなるほど、本当に何言ってるんだろう、ね、こも分かったことないですよね、社長の言ってることは、あちなみにジョジョは知ってます、ジョジョは知ってますよ、もちろんもちろん、まあ、4部5部の途中ぐらいで俺やめ読んでないですけどね、あでも5部面白いですけどね、あそうですか、うん、ジョバーナですよね、ジョバーナです、はいはい、ジョバーナ、ジョバーナ、ね、ジョバーナの途中でなんか見なくなっちゃったんですかね、まあ、ちょっと勉強しますちょっと今度個人的にジョジョ会を作るしかないです、ね、あなるほどえそれメンバーに入るんですか、立花さんは、立花さんに説明していく会、あジョジョについて、ジョジョについて名言もめちゃくちゃ多いんですよ、あもういや知ってますけどもうジョジョ別に読んだことありますからなんかそうなってほしいなって押し付けじゃないですか、押し付けが始まるいやいや前のライブの時が、ちょうどコロナがすごい流行っててライブハウスどうなるのみたいな時期でしたよね、でしたかね、それバーバラの前の、うん、まだ営業停止してなかった、3月ぐらい、3月ですかね、セッション16のセッションやった時かな、そうですね、うん、無理やりセッションやらせた時ですね、そうそうそう、で今回も無理やり呼んで、あそうですね拉致られましたからね、ハイエースに、あじゃあやるんでしょっつって、ね、やるっしょやるっしょ、じゃあ一緒に配信しちゃわないそしたらメンバーの人は来ないまあまあ3つはね、まあ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 、3つをね、そうですね、なんか今後こうしていくとかあります、まあでもとりあえずはみんなもうなんていうか生活がね大事なんだなっていうことは、うんうね、もう分かってきて、ただまあ生活が大事ってことは、うん、まあライブハウスの人たちの生活も大事なわけですからね、でもやっぱ演者さんが生活しないとできてないと、うん、ライブってできないんで、成り立たないんでね、うん、そこがやっぱ企業としてはなんとか持続化給付金とかいろいろあると思うんだけど、うんうん、ミュージシャンってなかなかそのないじゃないですか、ないですね、だからそこをなんとか稼げれないかなとか思ったりはするんですけど、だからこういう投げ銭方式とか取り入れてちょっとでもライブに今後につながるように、うん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 、で発信できているとかそのやめてないよっていうこともすごい必要だと思うんで、そうですね、ファイティングポーズ取ってますっていうのは、そうですね、だからね、やっぱいろんなライブハウスさんも、ね、何も口をつむんじゃって、うん、何もね発信できなくなっちゃってる人もいるし、出演者の人もそうですしね、出演者もそうですしね、なんかそうなんですよね、うん、確かに僕も
あんまりこう SNS 見なくなっちゃうみたいな。いや SNS はなかなかひどいっすよね。きついですね、このタイミング。そうなんですよね、結構やっぱネガティブな話題ばっかりだったりした時ありましたもんね。そうですね、まあ、ただでさえ SNS そういうのがある、うん、目立っちゃう、うん、いうことが多いんですけど、このね何ヶ月かはね、そうですよね、そこをなんか楽しい光でもいいからなんか作りたいですね。そうですね、そうですね、うん、今こそね、うん、っていうことを僕たちはしていきますので、今後もよろしくお願いします。お願いします。なんかいい話で終わりましょう、今後の。ああ僕ですか。そうです。いや俺なんでしょうね、でもなんだろうな、ライブしたいです。ライブしたいですね。久々に今日ライブやってで楽しかった、ね、どうでした？俺確か、それこそ3月が最後で、そこから約2ヶ月ぐらいライブをしてない状態だったんですけど、うん、その久々のライブが一人でソロっていうのもあって、うん、ちょっとなんていうかな、まあ、自由度が高いっていうか、はいはい、なんか、うん、まあいいそのブランク明けとしては、うん、いいあのライブ、自分にとっていいライブになりました。うん、いいきっかけになったのかなって思います。 ありがとうございます。いや本当にいいきっかけになりました。大きい声出すのもそうですよね。そうですね、そうなんですよね、本当大きい声出さないですね、うん、で結構爆音でこっち側のモニターとかは活かしてる状態だから、うんうんうん、こっちも気持ちよく聞けるし、そうですね、よかったです。いやでも本当にあのバンバンバーブラ関連のミュージシャン呼んで呼びまくって、なんとかあのバーブラやってるぞっていう、そうですね、どっこいやってますっていう姿を、まあ、僕らも見てますから、はい、ありがとうございます。 T シャツ買おう、 T シャツ。あとクラファン、クラファンですね、もうすぐ終わるんで、ぜひぜひ。というわけでまた今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、 YouTube ありがとう、ありがとう、心からチャンネル登録してください。高評価してください。次もまた見てください。元気でね。